シーエボは、ミャンマー中部、ザガイン地方域のことで、マンダレーの北西 110km、エイヤワディー川とムー川の間に位置する。1752年に、アラウンパイアー王によって設立された、コンバウン王朝の起源となった都市で、18世紀半ば以降のビルマの政治勢力を支配していた。1752年から1760年までは、アラウンパイアー王の首都として機能していた。 1752年までは、シューエボは、約300軒の家々のマクサー坊と呼ばれる村で、あった。それは、古代、ピューの都市国家反輪のサイトの近くであった。アウンゼイヤは、アラウンパイアーという王位を得て、周囲の46の村の忠誠を得て、マクサー坊の周りに堀を掘り、城壁を作って防衛線を作った。その後8年間、 アラウンパイアーは、シューエボを首都としたビルマ統一を主導した。シューエボにおいて2011年10月19日に4.37インチの大雨があった。それは、過去48年間の10月の24時間以内の高雨量の記録を更新した。前回の記録は1993年10月24日の3.84インチ。シューエボは、 ミャンマーの鉄道のマンダレー・ミッチーナ間の鉄道の沿線にある。マンダレー及びモンユワからの道路もあり、ピックアップトラックやバスも多い。ヤンゴンからシューエボへの高速高速バスもある。シューエボはマンダレー・ミッチーナ間の高速道路の途中に一致している。モンユワと同様、ムー川とエイアワディ川の間にある周辺平野の農産物、特に豆、米、 駒などの貿易拠点となっている。また、シューエボという名前は田中の産地としても名高い。シューエボの主要な観光スポットは観光客は少なく、施設も非常に限られているものの、数多くの仏教寺院とアラウンパヤの宮殿である。町は古い堀に囲まれている箇所もある。少し足を伸ばせば古代ピュート市軍の一つである、ハンリンを訪れることができる。 ハンリンは、シューエボから車で1時間。古代ピュート市群は、ユネスコ世界遺産の一つである。きシき、ーエボに住む人々は、ーエタザ仏像を持って、街を回ると雨が降ってくると信じている。シューエボの近隣には、高温乾燥地帯の気候の特性を利用した、焼き物工場などの村もある。シューエボには5つのビスがあり、町には、 シューエボ大学とシューエボ政府技術専門学校がある。政府技術専門学校は2007年1月20日に設立された。ありがとうございます。